ばんは、伊藤清則です。スキッドローライブサブヒューマネスツアー、さて今夜はここ東京ベイ NK ホールから3年前の日本武道館公演に引き続きワウワウが完全生中継でお届けいたします。今回のツアーは17日の札幌公演を皮切りに7月の7日の名古屋公演まで全国を縦断する形で続けられています。ということは今日は中日、真ん中の日ということになりますよね。ちょうどバンドが油の乗り切った頃と言えるかもしれません。いやー、しかしですね、今日はもう超満員でございますよ。もうすでにですね、コンサートをご覧になった方はですね、その興奮をもう一度今夜のライブで味わっていただきたいと思います。それからこれからスキッドローのライブに行きたいと思っている方はこのライブを見てですね、ボルテージを高めてそのスキッドローのコンサートをね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、さてニューアルバムサブヒューマンレースを発表したばかりのスキッドロー、このサブヒューマンレースはカナダのバンクーバーでプロデューサーのボブロックと一緒に仕上げました。このボブロックというプロデューサーはメタリカのアルバムやモトリークルーのアルバム、そしてボンジョビとも仕事したことで知られていますよね。世界を代表する最強のプロデューサーの一人、ボブロックと仕上げた今回のサブヒューマンレースは様々な意味でスキッドローの成長を物語っています。例えばボーカリストセバスチャン・バックの表現力が増したということ、一曲一曲の彼のバリエーション、つまり個性を一曲一曲新しい形で表現してますよね。そして今回のアルバムではメンバー全員が曲作り、ソングライティングに関わったということで、バンド内部の結束、絆が強まったとも言えるかもしれません。さてこのニューアルバムサブヒューマンレースからの曲を今日は何曲やってくれるんでしょう。そしてまたこのニューアルバムからの曲がライブでどのように映えるのか、とても楽しみですよね。いやー、本当楽しみです。さてここでですね、皆さん楽屋をちょっと覗いてみましょうか。行ってみましょう。これは楽しみだ。あれか、これだ。いいねこれ。ということで私は今スキッドローの楽屋に立っております。スキッドローは5度目の日本公演で、とにかく日本に来るたびにバンドとしても、それから一人の人間としてもミュージシャンとしても成長し続けていますよね。実はここが今ちょっとかもしれませんけどドレッシングルーム、楽屋なんですよ。ちょっと待ってください。誰もいませんね。メンバーどこに行っちゃったんでしょうか。ここが楽屋なんですけど、ちょっと今誰もいらっしゃりません。はい、皆さん今から3年前の日本武道館公演を覚えていらっしゃるでしょうか。私はえらい焦った記憶があります。というのもですね、スキッドローは、開演時間になってもなかなか出てきませんでした。この生中継でとんでもないハプニング、なんと私バンドが出てくるまで約50分間繋いだということがありました。今日はね、こうやってまあ台本上こういうことを喋ってくれないかっていう流れはあるんですけどね、当時のその3年前の台本は何もここに書かれていなくてですね、伊藤清則のフリートークとしか書かれていなかったんですよ。ですからですね、50分間何を喋ればいいんだ、同じことをですね50万回くらいなんか喋ってたような記憶はするんですけど、今日はそんなことないですよね。もうすでに汗かいてるの。実はまた今回も50分も出てこなかったらどうしようかと思って、皆さん3年前にフィードバックしてみましょう。3年前50分間私が持たせた時の映像をちょっと見ていただこうと思います。いや、あの時は本当にすごかったな。
ということで、まだねメンバー登場しません。押してるみたいなんで、ちょっと楽屋に行ってみましょうか。私もね、楽屋に行くのは初めてなんですけども、聞いてないよこの話、俺聞いてないよこういうの。しょうがないですね。さて、いよいよコンサートが始まるかもしれません。一度会場に戻りましょう。いや、さて、いよいよコンサートが始まるようです。まだ服を着ていない、まだ衣装着てないんですか、メンバー。どうなっちゃったんでしょうね今日ね。果たして今日は完全中継ですから、どんなにスキッドローがコンサートを押してもですね、最後の最後まで、コントの模様はこのままワウワウでお届けすることになりますから、安心して最後まで見てください、はい、まだ降りてきませんね。しかしどうなってるんでしょうか。まさかこのままコンサートやらないってことはないと思うんですけども、これでやらなかった場合は僕は9時半までこうやって繋がなきゃいけないんでしょうか。そんな話は聞いてないよ、そんな話聞いてないよ。あと5分くらいってのここに出てますよ。待て、これはなんだ、これはあと5分くらい伊藤ちゃん持たしてね。厳しいな、あと5分も持たせんの。俺さ、昨日20分押したけど今日は生中継だから、伊藤ちゃんね、今日は15分くらいだから、大丈夫だから、あの好き放題15分くらい喋ってください。ちょっと待てよお前、35分聞いてないよ俺こんな話。僕は思うんですけども、まだ出てきませんね。だけどどうなってんだろう。あれ、すでに45分押していますか。今日はこれ大変なことになっていますね。でも安心してください。8分か、あ、来ましたか。まだ8分くらいしか経ってないんですね。8分か9分くらいしか。前回ですね、50分ももう私何を喋っていいか分かんなくて、髪ももうぐじゃぐじゃなっていましたね。今モニター見てて驚いたんですけど、さて実はですね、今夜も遅れています。開演が果たしてどのくらい遅れるんでしょうか。実はね、ここのドレッシングルームはセバスチャンバッグを除く他のメンバーのドレッシングルームなんですよ。でセバスチャンバッグだけはもう一つ向こう側のドレッシングルームで、ボーカルのトレーニングをしてるんですよね。まあ、大体ボーカリストというのは、まあ、ロブ・ハルフォードもそうですし、パンテラのフィル・アンセルモもそうですけども、一人で、自分の部屋にこもって本番前にボーカルのトレーニングを行ったりとかですね、喉の調子を整えたりなんかしてる。わあ、びっくりした。お前何やってんだよ。Get ready! こんばんは、Japan! びっくりしちゃったよ。来ましたね。さて、ここでプレゼントがあります。あら、Hey buddy, how are you? Hello, hello, hello. Hello, big show, man. Good one tonight. Good one tonight. I'm excited. Ready to go. Yeah. さあ、そろそろ始まるんでしょう。The crew. The crew. Woo! Scotty. Hey, buddy, what up, man? How you doing? Send a message to Japanese fan. Yes, buddy. We'll see you in about a minute and 30 seconds on stage. Enjoy. Ayaku.ということで、何だったんでしょうか。前回僕、あのロブアピーソーに頭のいいレタス乗せられましたからね。もう俺はハンバーガーが。さあ、ここでプレゼントがあります。ご紹介しましょう。このサイン入りの T シャツを5名の方にプレゼントいたします。5名の方にプレゼントいたします。宛先は郵便番号171東京都豊島区西池袋 1-11-1ワウワウスキッドローライブプレゼント係、締め切りは6月30日決心ゆくです。もう一度ご紹介しましょう。郵便番号171東京都豊島区西池袋 1-11-1 ワウワウスキッドローライブプレゼント係まで申し込んでください。今日のね、この完全生中継を見た感想なんかも、そしてスキッドローへの熱い思いなんかも書いていただけると嬉しいですね。締め切りは6月30日決心有効とさせていただきます。5名の方にこのサイン入りの T シャツをプレゼントしましょう。いいですね、この T シャツね、はい。さて、もう一つですね、スキッドローのファンクラブができました。ご紹介しましょう。このスキッドローのファンクラブに入会して、このスキッドローのファンクラブに入会していただけるとですね、コンサートの優先予約
さらにはですね、アメリカのオフィシャルファンクラブから送られてる大砲に、資料をちゃんと日本の訳を添えて、皆さんに差し上げるほか、なんとですね、各種イベントにもご招待するというファンクラブでございます。こちらの宛先は郵便番号150、東京都渋谷区道玄坂 1-15-3-404-132 ファンアサイラム内スキッドローファンクラブ。電話番号は東京03-3505-9915。さあそろそろメンバーが動き始めました。始まるんでしょうか、5度目の日本公演、楽しみです。ニューアルバムサブヒューマンレースからの曲を何曲やってくれるんでしょうか。コンサートをすでにご覧になった方は今夜またその興奮をもう一度この東京ベイ NK ホールでのライブで味わってください。そしてまだご覧になっていない方は このスキッドローのファンクラブに入会していただけるとですね、コンサートの優先予約、さらにはですね、アメリカのオフィシャルファンクラブから送られてる大砲に、資料をちゃんと日本の訳を添えて、皆さんに差し上げるほか、なんとですね、各種イベントにもご招待するというファンクラブでございます。こちらの宛先は郵便番号150、東京都渋谷区道玄坂 1-15-3-404-132 ファンアサイラム内スキッドローファンクラブ。電話番号は東京03-3505-9915。さあそろそろメンバーが動き始めました。始まるんでしょうか、5度目の日本公演、楽しみです。ニューアルバムサブヒューマンレースからの曲を何曲やってくれるんでしょうか。コンサートをすでにご覧になった方は今夜またその興奮をもう一度この東京ベイ NK ホールでのライブで味わってください。そしてまだご覧になっていない方は このスキッドローのファンクラブに
voice to keep my listen to. I still suck inside as a rap I rule. And I punch a clock and I don't need some lies. Cause we're not that good as a song of lies. Oh no, oh. I'm taking a jack, so leave a dust.
Yeah.
come on. Ooh, as I stared into the fire, oh, will the rapids change my mind? While I stare into the fire, from our brand new CD, which is called Subhuman Race, okay? And we're also gonna be doing a bunch of songs from the Slave to the Grind CD. And we're gonna be doing a couple of songs that we haven't done in a long time from the very first Skid Row CD, Japan.
crystal ball. Cause this is
Mr. Rob Afuso on the drums, Japan! That was fucking heavy, dude. Way to go, man. That was cool. Oh, well, hey, man, I'm gonna raise a toast up to you, Japan, right now, okay? This one's for you, man. All right, man. How you doing upstairs, people? How you doing on the floor? You having some fun? All right, man. Well, this next tune we're gonna do is the Moshers fucking anthem. I love this next one. This is off the Subhuman Race album. This is a song that we call Beat Yourself Blind. Come on! Yeah.
Cause I know it's developing. I'm gonna kill someone. Cause I know they're all in. Cause I know they're all in. No.
That song, huh? 18 to Life, right? You know that tune, right? Well, we got a lot of friends here in Japan that have been with Skid Row since 1989, man. Domo arigato! All right, man. What do we got next up here on the big list and list and list and list? Okay, this next tune, we're gonna try to see if we can bring the pogo from England to Japan. Are you ready? Yes. Oma etachi no jump ka nita ite. Psycho love, come on. Do I?
どうも、ありがとう。 Okay, man, what do we got up here next, man? I'm having a real good time up here. How about you people, Tokyo? You having fun? Okay, man, now this next tune we're gonna do for you is one... Ooh, man, we got two different set lists up here. The one we're gonna do right now is one off the Subhuman Race CD. This song is all about believing in yourself and in your heart and fuck everybody else. Let me hear a big Tokyo, fuck you! That's right, that's what you gotta say to people who try to tie you down or hold you back or tell you what it is you should or should not do in your life. It's your life, and this song is called Fireside. Just got through my mind, past that bitch on the wheel. You're a seeker, swallowing like a tank. Oh, so some are laugh, some will cry, but will some are bleed. Some will take a bow, the rain's a driver's out the rain. But I can't stop you, my ears. That's easy, I'll suggest. This is the way, yeah. And that I can't sell through my ears again. That's easy, Oscar, cause this is the way. Crazy, yes, follow me. Follow ways to kill me.
We'll be right back.
I'm
Thank you.
Fucking heavy motherfucker, I'll tell you that. Of course, you know we got Scotty Hill on the other lead guitar. Where are you, Scotty? Hey, buddy! All right, man. This next tune is one we're gonna slow it down just for a little bit right here. This is a song that we call Into Another. Thank you.
On a shoebox of love. Oh. Keep it there. 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 Keep it there.
well, guess what? This next two we're going to do, we haven't done since the very first time we came to Japan. We used to do this back in the 1989 fucking tour. We haven't done it since then, but it's a really good tune. We tried it the other night just for Japan. Now I'm going to try to say that all in Japanese. Konnichiwa! Hisasetsurini! Hang on. Hisasetsurini! Now we're gonna go from the first album to the brand new album. This next song is a title cut off of our brand new CD, and I wanna say domo arigato for making Subhuman Race the number one fucking album in Japan, man. Alright! Alright, this is the song Subhuman Race! Come on! We'll be right back.
Oh yeah! Oh, God damn. Okay. Yeah, my, what? Hang on, Rob wants to talk to me for a second. I got some other people out here too. After you. Yeah. All right, man. Now that we got that over with, listen, I want to say that while we were writing this record, Subhuman Race, we were looking around the world, and it seemed to us like a lot of people in this fucking world have fucking gone a little bit crazy, a little bit cuckoo, a little bit subhuman. Now I'm gonna try to say that in Japanese. Kore wa sekai chu no sotare no Bye.
forgot to the sound of foreign bread. The way we whisper and I think of you. And all the tears to cry that come out of it.
Fucking hear the youth gone wild here, come on! What? Excuse me. Hark! I hear a herald, you'll just sing. Tokyo, Japan, because there's one fucking thing in here, and that's what I love, and that is the youth! We'll be right back.
endless fire. We are get the fuck out! Get the fuck out!
Get the fuck out! Hey, cool, man. Thank you, man. Oh, woo. God damn. You guys got a great rock and roll town here in Tokyo, man. You know that? Yeah. There's nobody's gonna, no one is frozen out there right now. It's hot. Tell them that. Yeah. Tell them. Well, とにかく今日のオーディエンスは素晴らしかったと. Tokyo's number one, right? Back. Yeah. Can it be I'm not frozen? Thank you, man. Can it be I'm hot, man? Cool, thank you, man. Masahiro. Shut. Wait. Special handshake. Thank you very much, man. Cool. Domo arigato. Thank you. Great show. We call us problem child, spend our lives on trial. I'm the Frank Sinatra of my generation. Yeah. Over here. Did you join in? That was one of the best shows. Okay. Becho becho nacchatte, ora. ということで、いかがでしたでしょうか。Come on, man. You wanna talk to me? Come on. ドレッシングルーム入ってこいっていうふうに言ってますね。Hey, great show, boss.Hey man, thank you very much. How was the audience tonight? Oh, how was what? Audience. The audience was great. That's a really big room, man. I mean, it's the ceiling is very high up. So, I fucking tried to give as much heart and as much soul and as much energy as I could to get them all up on their feet and get all their hands in the air. And that's exactly what happened. So, I thought it was a really fun show, you know. I think the band play is a lot better now than we did two years ago. Like, it's more tight, you know what I'm saying?Like, I feel Rob when he's playing behind me, he's like, you know what I mean? And I can fucking scream, and I can fucking, and then I sing like clean, like Eileen. I really like the song Eileen. Yeah. I like that song a lot. That's a fun song to sing. まあ、とにかく今日はですね、オーディエンスが素晴らしかったと、自分の全身全霊を打ち込んでプレイしたと、いうことですね。そしてバンドも数年前に比べて本当にタイトになって、結束が強くなって、本当に素晴らしいショーができたというふうに言っていました。Thank you very much, Indy. Boss. Well, hey, man, here. This is my James Bond, beat me up, Scott. He knows sign of intelligent life down here. Woo! ということで、バスのドレッシングルームでした。You can come in, man. You can come in. I wanna rock and roll all night. My party already did. So come on, can we go do another set out there or what? Come on, man.I wanna fucking go, I don't wanna stop now, man. Tell him that, tell him. まだ終わりたくないと。I wanna play for 5 hours next time. 5 hours? No. Kidding. No, 25. Go home. I'm taking you with me, man. ということでございまして。次回来た時は、5時間くらいプレイしたいって。サバちゃん、バッドの妻で持ってます。次回来た時は、5時間くらいプレイしたいというふうに言ってますけど、しかしスキッドローの本当に真骨頂はライブパフォーマンスにあるということを今日この米 NK からのワウワウの生中継で改めてこのテレビをご覧の皆さん分かっていただけたんじゃないかと思います。そしてですね、この東京米 NK でのスキッドローのライブパフォーマンスの凄さというのをお茶の間にも伝わったんじゃないでしょうか。素晴らしいです。1人が 100% の力を出して、プラス、まあ、5人ですから 500%、 しかしそれ以上のエネルギーを今日この東京米 NK のショーでね、彼らは発揮してくれたんじゃないでしょうか。スキッドローの日本公演は7月の7日名古屋公演まで続きます。すでにもう、何度も言いましたけども、スキッドローのコンサートをご覧になった方は改めてスキッドローの魅力というものをこの、東京米 NK のライブパフォーマンスで、再確認したんじゃないでしょうか。そしてさらにですね、7月7日、名古屋までショーは続くわけです。これからショーをご覧になる方はですね、もうなんかいても立ってもいられない気持ちでですね、今お茶の間でなんか走り回ってんじゃないでしょうか。それは僕だけでしょうか。まあ、とにかくですね、今日のコンサート本当素晴らしかったです。まあ、こういう放送をねお届けできて僕も本当に、幸せです。ということでですね、東京米 NK からそろそろお別れなんですけども、今日は本当にね、僕もステージの袖からこうやってオーディエンスをこう見てたんですけどね、オーディエンスの熱気っていうんですかね、ステージまで本当にダイレクトで伝わってきて、そのオーディエンスから受けたエネルギーを自分たちがプレーでまた返していく、このオーディエンスとプレイヤーのエネルギーのキャッチボール、本当に凄まじいものがありましたね。さっきも言ったようにスキッドローのライブというのはですね、ただの真骨頂でもあります。ただですね、ユースコンワイルドの途中でちょっと回線のトラブルで、ボーカルがちょっと聞こえなかったところもあってですね、ごめんなさい。さてスキッドローはこの後日本公演を終えて、ヨーロッパそしてアメリカをサーキットします。
そしてバズはですね、このショーの前に言っていました、本当に実現するかどうかは僕はちょっとわからないんですけども、もう一度日本に帰ってきてプレーしたいという気持ちをバンドは持っているようですね。ぜひともこのサブヒューマンレースのツアーでもう一度日本に戻ってきて、この白熱のプレーをね、ぜひ日本のファンに見せていただきたいと思います。皆さんに代わって私がバズ、そしてスコッティ、レイチェル、ロブ、この5人の男たちにありがとうと心からメッセージを伝えたいです。今まで続くこのサブヒューマンレースツアー、これからショーをご覧になる方はね、ぜひともご覧になってください。とにかく今回のこのニューアルバムで彼らが大きく成長したということはもう CD をお買いになった方は分かっていると思いますけども、その成長がライブにも現れていたということをね、今日この東京ベイ NK ホールのライブパフォーマンスの中から皆さんはね、こう学んだ、再発見してくれたんじゃないでしょうか。もう一度スキッドローぜひ日本に戻ってきてください。おい戻ってきてくれよ。あ、出てこなくていいよ、出てこなくていい。ということで、そろそろ東京ベイ NK からお別れです。今日は長い間本当付き合ってくれてありがとう。いやもう終わり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 、もう終わりだから、いやということで皆さんごきげんよう、さようなら。私はこの中に